ああ、はい。お、育成高校の野球部恒例強化合宿。はいはいはい。9月9日1週、5月9日と、あ、結構4回あるな。はいはいはい。はーい、ゆうすけちゃんいらっしゃい、来てくれてありがとうございますね。お前そういう感じか。お前そういう系か。うかい先輩、世間ではよく筋肉を裏切らないと言います。先輩どう思いますか？筋肉に聞いてみろ。深いですね。よろしければお手元して先輩の筋トレを見せてくれませんか？しょうがないな。じゃあベンチプレスで見せてやるよ。ベンチプレスですか。ありがとうございます。じゃあ早速お願いします。先輩のパンポスした胸を見て筋肉を鍛える重要性を理解できた気がします。自分も先輩の大胸筋をつけるべくこれからも筋トレに励もうと思います。ありがとうございました。ね、なんかね、女性だけリアルすぎるのね、なんか気になるよね、これ。やばい、強化宿前に体力がな、アイテムあったっけ？あるー。よっしゃ、こういう時に使わな。練習。あー、せい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 。ちょ、ここはね、早急練習しとこうかな。モデルとかグラドル使ってるからですよつって言っちゃったよ。いいじゃねえか。今日も厳しい練習だったね、うかい君。二人ともお疲れ様。ちょっといいかな。どうしたの？さっきクラスメイトの子から教科書大変そうだからこれあげるって差し入れもらったんだけど、今は食べれそうになるから二人あげるわ。さ、選んで。何それ。どうしようかな。何にしよう。アミノ酸、これかな。キュウリの一本漬け。はいはいはい、これがうまいんだよね。ほらね、後輩くん筋肉フェチですか。熱い後輩くんだ。後輩くんがもう、どうしたかな。あさみくんね、でもなんか俺なんかやたらと守備練習してもしょうがないとこあるんだよな。とりあえずちょっとパワーだな。誰もいねえ。今回も行動力と集中上げるために100になるまで図書館でラノベを受ける。そうなの？それが何、攻略法なの？これって。はい、今日お疲れ様です。いやー、もうハードなんて出しちゃって何なんだよ。はい、ケーキありがとうございます。でも前回あれだったよな、クッキーだよな、なんかランクアップしてね。ありがとう。あ、来週試合だな。秋田か。素振り、とりあえずパワーを上げて、パワー。一人で何をしてるんですか、うかい先輩。グラブを磨いてたんですね。自分、いい感じの磨き方してますよ。今から自分のやつ磨くんで見てていただいていいですか。どうです、綺麗になったでしょう。自分がコツを教えますから、続けて磨いてみてください。うまく磨くことができましたね。早速つけてみてはどうですか。どうやらしっくりきたみたいですね。これで練習ははかどると思います。ああ、ならよかった。いや、うかい、調子はどうだ。ポジション争いしてロバに決まったんだけど、お前は何を重点に練習してるんだ。パワー。そうか、よくわかった。とりあえずお互い手を抜かず頑張ろうぜ。はいはいはい。はあ、疲れたな。ボール磨きとかトンボの趣味とかメンテは苦手だな。練習ならいくらでも疲れないのに、1年生は練習も満足にできない上にいろいろやらされてつらいな。ほら、宇和島、愚痴ばっか言ってないで手を動かさなきゃ、いつまでたって終わらないよ。鵜飼もぼーっと見てるなら宇和島手伝ってあげなさいよ。手伝う。ありがとうございます、鵜飼先輩。でも手伝いは必要ありませんから。先輩に手伝ってもらうと監督に叱られるし、これは一年生の仕事ですから。わかる。超わかる、それ。ああ。はい、まあ、でも気にしないでください、赤瀬さん。自分で大丈夫だし、もう愚痴も言いませんから。あら、そう？じゃあ頑張ってね。はい。ごっつわかるわ、それ。怒られるからって。めっちゃ気持ちわかるわ。懐かしい。みんな知ってる？あの、なんかこう、試合後のさ、こう、トンボ争奪戦みたいなのはまさにそうだよね。夏。やべ、俺、一気に俺なんか俺もう、なんか野球、現役だった頃を思い出すぞ。現役だった頃ってなんか偉そうに言ってるけどさ。とりあえず、これで OK かな。ちょっとずつやっぱりね、パワーがないんだよね。
パワーがないので、ここはちょっとパワースクワット。なっちゃんきっとマネージャースカもうスカウトしたんだろうね。下級生の仕事がいい文化、懐かしい、あったよなそういうね。ブラを磨いてるのか。お、ほら綺麗になっただろう。ほーら綺麗になっただろう。俺に何を指したいんだよお、秋の地区隊1回戦、はい。あースタメン、うー、矢島工業、はい。お、打点を上げるかヒット日本人はお前評価しよう。なんだって、緊張してる。愉快ならいつも通りやれば多分大丈夫なんじゃない。まあ普段よりいい結果出したいなら具体的な目標見て言わしいわよ。ヒット1本打つよ。え、目標にしてはちょっと低すぎんじゃない。いくら迂回でももうちょっとできるんじゃないかと思うんだけど、まあいいわ、とりあえず頑張ってね。やばい止まった、よし失礼しました。あー、はい、いやー今日よろしく、お手柔らかに。矢島さん、小島キャプテン、あれなんで僕のことを知ってるんだい。まあでも対戦相手の情報くらい質問おかしくないか。俺は、確かに矢島工業のキャプテン小倉だよ。僕は本気で甲子園を目指してるんだ。だから絶対に勝って勢いをつけて秋大会優勝、そして春の全国大会に行こうと思ってる。俺だって、そうだよね。やっぱり高校野球やってるやつはみんなそうだよね。でも僕はそのためだけに生きてるんだ。ちょっとオーバーだけど、本当だよ。あれ、よく見たら君、石田くんじゃないね。君が一番キャプテンっぽく見えたから声をかけたんだけど。あ、もう時間だ。時間みたいだ。まあお互い頑張ろう。じゃあ試合でね。ちゃうんけ。とりあえずパワーあげちゃうか。パワーは命よ。プレイスタイルはとりあえず、はい、これで。7番。カード絶好調じゃん、俺。野球部のマネージャー、マネージャー特待とかで入学している美女たち。マネージャー特待。あー、懐かしい。そう。木製のトンボとね、鉄製のトンボのね、ブラシだったな。やべ、超懐かしい。おー、いいね、やっぱりこの雰囲気。これなんだよな、やっぱり。ピッチャーなんだ、エース。エースでキャプテンって大変だな。まあ、行きましょうか。浅見くん、頼むよ。飽きたい、勝ちたいからね。あ、1して、よー、返した。あー、チャンスだ。打点を上げたい。これはマジで打点上げて。あ、好き。いいね。縦すら、はいはい。さあ、行け、俺フェンス直撃、木刀取ったやつは早く帰れるっていうやったぜ、初打点。いや、引っ張ると気持ちいいな、やっぱり。まだ打球がこう低い、なんだろう、低いからな、勢い。ちょっとなんか球の基本まだやっぱり練習だから、まだ序盤だから真ん中なんだろうな。早水さんやりしたら来てくれた、礼が。おう、さあ、ダメだ、浅い、くそ。打法、柳田、ではないと思う。変えられてなかったよかった。いやー、やっぱりブラバンだよな、高校野球っつったら。いったー、イレーツ、ガンホームワーカーホームランバックスクリーンへの一撃出るんだ。まあ金属バットだからなまさか打つとは思わなんだこれはもう俺レギュラーでしょ。よーし、俺の2点が効いた、最高じゃない。ガーン危ねえ。いや、これ良かったじゃん。はい。3打数2安打2打点ホームラン1本。はい。やった、勝ちましたね。先輩、お疲れ様でした。はい。いい感じだったじゃないか、うかい。試合も勝ちたし、よく頑張ったな。これだけの力がな、レギュラーでも大丈夫だろう。ライトは鵜飼に決定しよう。いやー、
いやクリアボーナス、お、やったぜ。え、めっちゃもらえる。まあそうだね、立場が人を成長するとは言うけども、させるというか、やるじゃないか君たち、僕たちが、秋の大会初戦で負けるなんて。でも僕は絶対甲子園に行くからね。じゃあまたいつか会おう。資本番に強い男なんです私。はい、わい、守備団のポロリが多いから直したいんやけど、なんか効率のええ練習方法知りまへんか。何ポロリが多いか。手投げで守備練習、とにかくノック。それいつも普通にやってますやん。普通に勝るもんはないってことですか。先輩やったら何か知ってるかな思ったんやけど、残念でしたわ。またネットとかで探してみます。ありがとうございました。この野郎は覚えとけよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。他にもツイッター等もやってるので、ぜひともフォローの方よろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかことうかい東四郎でした。またねー。